ランシングのダウンタウンミシガン州議会ランシングは、アメリカ合衆国ミシガン州の州都。大部分がミシガン州、インガム郡に位置し、一部が隣接するイートン郡とクリントン郡に広がる。人口113,810人。ランシング市街地アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積91.3平方キロメートルである。 このうち90.8平方キロメートルが陸地で0.5平方キロメートルが水地域である。総面積の0.57%が水地域となっている。ランシングは半島部の南側にあり、グランド側とレッドシーダー側が合流する場所にある。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口119,128人、49,505世帯、 および28,366家族が暮らしている。人口密度は1,312.3平方キロメートルである。585.6平方キロメートルの平均的な密度に53,159件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人65.28%、アフリカン・アメリカ21.91%、 ネイティブアメリカン0.80%、アジア2.83%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種4.54%、および根結4.60%である。ここの人口の9.98%はヒスパニック、またはラテン系である。十九五百五世帯のうち30.0%が歳未満の子と一緒に生活しており、 35.8%は結婚して共に生活している。17.0%は未婚の女性が世帯主であり、42.7%は結婚していない。33.2%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、8.1%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は点三九人であり、結婚している家庭の場合は、 3.08人である。この都市内の住民は26.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.4%、25歳以上44歳以下が32.7%、45歳以上64歳以下が19.3%、及び65歳以上が9.7%にわたっている。 中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は92.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は87.9人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は 34,833US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 41,283US ドルである。 男性は 32,648US ドルに、対して女性は 27,051US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 17,924US ドルである。人口の16.9%及び、家族の13.2%は貧困線以下である。 全人口のうち18歳未満の23.2%及び65歳以上の9.0%は貧困線以下の生活を送っている。オールズモビル本社と夫を火力発電所シュートであるため多くの雇用者は政府職員である。また、市の周辺にゼネラルモーターズが複数の工場を持っており住民の多くが雇用されている。マジック・ジョンソン・スティーブンセがある。 ありがとうございます。